こんにちはでございます。歴史ルベでございますが、今日のお話は蘇です。蘇は古代の日本で作られていた乳製品の一種で、チーズのような食べ物ですが、現在は牛乳の菌を固めたチーズはかなり身近ですよね。でも飛鳥から奈良、平安時代にかけては熱を加えて凝縮した蘇が高級な食べ物として扱われていました。何？食べ物の話？いつもと話違うんじゃないの？チーズ？牛乳？というか、毎日蛇口から出ている水ばかりで、おいらも真っ白の牛乳ペロペロしたいにゃ。ということで、蘇について参りましょう。チーズっぽい蘇とは、まず蘇は飛鳥時代に製造された美味しく保存性の高い食べ物だったのが分かっています。羽冠式と呼ばれる当時のことが記録された書物に、700年10月、文武天皇が使いの者を使わし蘇を作らせたとあります。この蘇を作らせたとなっていますが、製造方法の具体的な記録までは残っていませんでした。ただ平安時代の927年に編纂された法律書の延喜式に、牛乳を一斗に詰めれば一升分の蘇が得られると書かれています。これはつまり1トンの量から1升分になるまでで、要は重量比が 10% になるまで牛乳を長時間にわたり煮詰めていくと蘇ができるということが書かれています。なんかこの製造方法は意外に簡単に見えますよね。でも固まるまで煮詰めるのでかなり時間かかっちゃいますよね。まあでもなんでまた時間をかけてまで蘇を作っていたのかとなりますよね。これは保存期間が長いというメリットがあるからです。実際1980年代にある大学で行われた蘇の復元実験で、牛乳の重量比が 12-14% になるまで加熱し濃縮した蘇を常温で放置したとしても1年以上もカビが生えないことが分かっています。でも少し水分多めの 16% の濃縮では1ヶ月も経つ2週間ほどでカビの発生が見られたとのことです。というよりもやはり冷蔵庫もない時代に傷まず1年以上も保存できる蘇はかなり魅力的な食べ物だったでしょうね。ちなみに私蘇食べたことないんですが、いろいろな情報をチェックすると、作りたての蘇は香りがチーズに近く、食感は固めのカッテージチーズっぽくて、味は牛乳のコクが強くしっかりとした甘みがあるそうです。あと先ほど700年に入ってから蘇が製造された記録が残っているとお話ししましたが、要するにこれはもっと古い時代に牛乳を利用していたということになりますよね。実際牛乳の存在が資料上初めて確認されるのは飛鳥時代中期頃の650年、新鮮小辞録と呼ばれる古代の皇族や豪族の系図書に、中国からの渡来人善男の御身が光徳天皇に牛乳を献上したとあります。また700年代に入り、天武天皇からして孫にあたる長屋王の家から牛乳の利用が記録されています。出土した木簡によると、9月15日に日の絵麻呂が牛乳を持参したことで米7合5尺が支給され、もう一つ10月14日に稲麻呂が牛乳を煮たことで米7合5尺が支給されたと書かれています。ここから牛乳を煮詰めて蘇が作られたのが解釈できますよね。でも他の資料を見てみると、現代と同様に牛乳を煮込むのは特有の菌を死滅させる熱気消毒のためという記録もあります。なので700年代から牛乳を煮ていたのは蘇と牛乳を飲用飲むための処置と考えられますね。でこの蘇の使用は大きく分けて3つ、薬用、食用、仏教の関係があります。まず蘇が薬用として使われていましたが、この効能としては五臓である心臓、肝臓、肺、脾臓、腎臓を補い、大腸にも効き、さらに牙垢層と呼ばれる菌が口内に感染し唇やベロに白い斑点ができる病気を治すと伝えられていました。
でも現在では薬用としては使われてませんよね。どちらかというとお土産のお菓子や健康食品といった感じで口にする人がいますね。じゃあこの健康面はどうかとなりますが、ソは牛乳を長時間にわたり煮詰めるわけですが、栄養価は意外にもほとんど変わりません。なので牛乳から期待できるタンパク質、カルシウム、ビタミン A、ビタミン B2 など壊すことなくしっかりと吸収することができます。やはり美味しく栄養価のあるものはたまりませんね。でもちょっと、ソを薬用として用いたのに甘い蜜をたっぷりかけたソ蜜煮がありまして、これを利用していたのが藤原の道長です。例えば小遊記という日記に、2016年5月藤原の道長は築城の小水をしきりに食べるようになる、近頃では昼夜区別なく小水を食べるようになった、このように残っていますが、文に出てくる違和感たっぷりの言葉熟成と小水を現代風に言いますと、熟成は柔らかいチーズやヨーグルトのような食感で、小水はどろりとした食べ物という意味です。でですね、当時の藤原の道長は高熱の病気に侵され、改善策としてどろりとした蜜のかかったソ蜜煮を食べていたと記録に残っています。当時でも漢方の一つ丹薬もありましたが、選ばずに柔らかくて栄養のあるものを食べていたんですね。次に、ソは食用として製造されていましたが、あくまでも一般には出回らず大臣大教などに用いられていました。この大臣大教というのは、太政大臣や摂州関白など最高位の役職で、例えば先ほど登場した藤原道長も太政大臣や摂政の位置で実権を握っていましたが、このトップの人が正月に親王である天皇の子供たちを屋敷に招き、位が上がったことを祝う宴会儀式を大臣大教と呼ばれていました。で、この宴会の料理に蘇が選ばれていました。ちなみにこの蘇ですが、律令制の中塚省に属した蔵領と呼ばれる天皇や皇族の財産、宝物を管理していた機関に蘇も保管されていました。そして大臣大教など大切な儀式の時に送られていたんですね。ということで、かなり蘇は高級な食べ物だったのがわかりますね。さらに仏教とも深いつながりがありました。例えば752年、鑑真が戒律という仏教の正しいルールを教えてくれるため海を越え来日した際、貴重な経典とともに蘇を携えていたと鑑真の伝記東大和上東正伝に書かれています。また御祭英と呼ばれる4月8日から14日まで大極殿で国家安泰や五穀豊穣を祈る行事が行われ、出席した僧には蘇が一壺分支給されていました。あとは北極星を特別な星としていた中国が灯火を捧げる儀式を行っていましたが、これには人々を苦しみから解放する効果があると日本に伝わり、毎年3月3日と9月3日に天皇や上級貴族も行っていました。これを五島と呼び、この儀式の際に品物が並べられ、その中に蘇が確認されています。このように宮中や都周辺の寺院に蘇を用いた仏教儀式が行われていたのが分かっています。ただ現在のところ地方の寺院において同様に蘇を用いた儀式が行われたという明確な資料は残っていません。このような感じで高級食材で仏教との関わりのあった蘇、でも平安時代以降になると貴族の追体と武士の台頭が進むことで徐々に歴史の表舞台から一旦消えていきますが、江戸時代に入り将軍家に献上するという滋養薬として使われるようになります。ということで、今回はちょっと興味があったので作ってみようと思ったんですが、途中でやめてしまいました。というのも、1リットルの牛乳を鍋に入れてから1時間ほど煮込んでみたんですが、3分の1も減らないんで途中でやめました。詳しく調べると、1リットルだと約3から4時間も煮込まなければいけないという、何よりガス代が100円もかかるということを知り、すぐ諦めました。まあ、ということで今回はここまでとさせていただきまして、また次回お会いできれば幸いでございます。